計平均法は、教師なし学習の一つで、クラスタリングの手法です。データをいくつかの塊に分類します。塊の数は、ハイパーパラメータと呼ばれ、計平均法を実行時に指定します。まず、二次元のデータをランダムにプロットします。次に初期状態として、これらのデータにランダムに色を塗ります。計平均法を実行します。クラスタリングの結果、データが3つの色に分類されました。